アストロクロさんのインタビューです。今日のテーマは第二チャクラ、第二チャクラについてご説明お願いいたします。第二チャクラは生殖器って言われてる、生殖器って言われてるんだけど、こっちの生殖器っていうのは自分自身を大事にするっていう意味があるんだけど、自分自身を大事にしてない、傷つけたりとかしやすい場所なんだけど、傷つけること、また他の人、異性や配偶者、そういったもので傷つけられてしまう。で、また自分の叱りなんだけど、自分自身で傷つけてしまう場合もあるんだけど、そうすることで自信のなさとか、自分自身を痛め続けて体に不調にもたらすっていうところがここなんだよね。だからそこは自信をつけるっていう意味では、この生殖器っていうのはとっても大事な部分。もうこれは男性である女性であるそうなんだけど、例えば自分は分かりやすい女であるから、女性として例えるならば、男の人が例えば浮気しまくってます、でそれで傷つきました、女性が、そしたら生殖器に行くんだよね、傷つけられたっていう、で性的な暴力を受けた、そういう時でも子宮の病気になりやすい、だから生殖器っていうのは傷つけられた、っていうところに来やすいっていうのが生殖器。男性もそう、女性に傷つけられたっていうところがこっち生殖器に入るから、そこが悪くなってしまう、悪い女の人に騙されるとかね、だけどそれを引き寄せてるのは自分自身だよね、その人自身が悪いわけじゃない、自分が引き寄せたものが、自分の波動が引き寄せたものだから、その人自身は悪くなる。